元祖オールドファッションみたいな。もうお店ではコーヒーと、もうこういう、いろいろはできるけど、食べ物もやってるんです。なるだけ。あのもうメニューも作ってなくて、もうお客さんとのやり取りで、もうお客さんはもう決まっとるからな。常連客が運んだからもう。でもあのここに喫茶店この中にあるっていうのもなかなか常連のっていうかその一元さんっていうか初めての人はわからないですよね。わからんじゃないですよね。カメラさっきも二人あっち行きおられるときなんか話をしながら振り向いて見ながらカメラがあるしなあいうような顔してあっち行きおられた二人が、はい、いいですか、いただいても。はい、どうぞどうぞ。はい、この緑っすよね。色鮮やかな。久しぶりに見ました。なんかいただきます。おお、これはもうすごいですね。そう、なんだろうな。いや、これすごいですね。レトロ、これ感想はあれですけど、僕は懐かしいとかなんです。多分もっと前の世代の方が懐かしいっていう感じの、あのクリームソーダで。ああ、ありやな。僕分かってないんですけど、クリームソーダってだからアイス全部溶かすんですか？うん、まあそれはあの自由なんだけど、大体はそれにソフトクリームを入れたわけで。あ、そうなんですね。これはアイスクリームですから。耳だけも美味しいな、うん、耳の好きな人は光の関係だけだしな。ああ、ふっくらふわふわっすね。コーヒーと合うような感じですよね。うん、美味しいっすね。とマニワの昔懐かしい感じで、外観はカメラ屋さんで、椅
際今はもうカメラはされてなくて喫茶店だけということで、もう一元さんってよりはもう決まった人が来るような感じなんですけど、そこで、クリームソーダと、パンをいただきまして、なかなかこの時代に岡山市内だとなかなか味わえない昔ながらの良さをこう感じる美味しさだったなと思います。はい、こういったお店でなかなか珍しいんですけど、もう島庭に来た際には車がすごいですね。ありがとうございました。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。